なかったんですけど、足のところを、ね、こうポンポンっていう風に叩いたようには見えたので、はい、まあ、その後の会話の長さから見るとね、まあ、変わらない時ってね、じゃあもう一度まだ頑張れよっていう感じで短いんですけど、今までこうストレート、まあ、フォークボールっていうところがね中心ですけど、今のボールですよね。あ、詰まらせた、ピッチャーが取ります。国吉が自ら行きました。ワンアウトです。あんまり取らないんですけど、もうあれだけ詰まるともう取るしかないですよね。反応してしまったというところでしょうか。うまく打った、ショートの後ろを襲うが、友杉追いついた。152キロのストレート、足もありますし、ショートの後ろを越えていたらマリーンズは嫌な雰囲気になったんでしょうが、友杉もよく追いつきました。2アウトです。打ち上げた、その追い指さしている国吉、中村が出てきて掴みました。拳を握った国吉がこれで球団新記録、22試合連続無失点。5月の29日から9月の5日まで一つマリーンズの歴史が塗り替えられました。7回の表、イーグルスは得点なし、国吉が抑えています。